こんにちは。今日はプロテニスフォーラムやっていきたいなと思います。今日はですね、先日信頼のおける先輩からご連絡をいただきまして、まあ、いろんな話の中に今の練習時間が一体どうなってるのか、これどうですね、私の考え方と、先輩が聞いた、世界の、練習時間お話をですね、ちょっとこう皆さんにお伝えしたいなと思います。先輩から聞いた話はどうやら、海外の、テニスチームではですね、そんなにその練習してる感じはないらしいんですね。なんかこう見ていると、2時間ぐらいヒッティングして、それからあとの残りの、何時間か分かりませんが、フィジカルに当てていると。お話の中では多分2時間、3時間ぐらいしかですね、やってないような感じを受けました。でもですね、これはトップ選手、例えば ATP ですね、100位切るとか、50位とかですね、そのレベルまでいけば、そういった練習の方法があると思うんですけども、やっぱそれまではですね、やっぱりこう泥臭く練習時間をとにかくですね取って、一日中コートに立ってという考え方がいいんじゃないかな。特に日本人はですね、それができる資質を持っていますので、しっかり練習時間を確保して練習しなければならない。どうもですね、だいぶ前にもお話ししたんですが、こう海外の選手と同じようにこう時間を見たり、育成の方法とか年齢を見たりすると、どうしても当てはまらないような感じなんですね。私はもともとジャパニーズウェイという考え方、これはですね、日本国内における、日本人によるトップアスリート、世界で活躍できる選手の育成、これがですね十分可能であるというふうな考え方をもとにですね活動していますので、特に日本人はですね、繊細な、感覚と、それからひたむきさ、これはですね心技体、私が提唱する気線において、とにかく持久戦ができるということなんですね。持久力があるということなんです。海外の選手はどちらかというと、すぐなんかこう切れてみたり、拗ねてみたりみたいな、あんまりですね持久力がないような感じなんですね。ですから海外の、プロチームというかテニスチーム、それから昨年度行きました IMG なんかも、日本人コーチが欲しいということとか、日本人の選手は求められている。特にアメリカの大学でもそうです。今はですねどんどん日本人選手を取ろうと。これは何でかというとですね、とにかく真面目、しっかりやる、誠実、持久力がある、なんかそういった、ことをですね海外でも言われている。でそういった選手を欲しいということはですね、本当はもっと練習時間取って確保して練習させたいんだけども、外国人の性格というか資質から見て長い時間練習するというのは向いてないんですね。ですから1日2時間とか、ちょっとこう遊びを入れながら、休憩を入れながらじゃないと練習ができない、そして続かない、選手生命も長くない、なんかそういったところからなんかこう来てるんじゃないかなと。でも我々はですね、1日例えばサラリーマンのように朝9時に集まって12時まで練習して、そして1時間半休憩して、そこからまたですね夕方5時、もっと言ってみたら8時まで練習ができるだけの心技体気線のですね持久力を持ってるわけなんですね。多分世界でもいわゆる根性論の根性練習ができるですね唯一の資質を持ったのが日本人じゃないかなと思うんですね。今回のワールドカップラグビーに関してもですね、こう持久戦、テクニック、そういったものをうまく使ってですね、初のベスト8にも入っていると、そういう特集ドキュメンタリー見てもですね、日本人の資質をもろに生かした、ラグビーの練習とかですね戦略を立てて、そこまで行ってますので、なんかこうあんまり、海外かぶれ、西洋かぶれ、なんかそういう欧米かぶれみたいなものをなくしながらですね、日本人は日本人のやり方があるというのを前面に押し出してやっていかないといけないなと改めて私は思いました。
私がですね、これは十数年前に、長尾谷高等学校の監督をしていた時もそうですが、朝の9時から12時、そして夕昼の2時からですね、5時、そして、5時、6時から8時というふうにですね、1日も8時間、9時間、当たり前の練習を360何日やってたわけです。そういうですね、基本的な部分、基礎体力とか、基礎テニス、能力ですね、そういったものを培うことで、なんかこうオリンピック選手、オリンピックに出てみたり、世界でもトップ、ハンドレッドに入ってみたりするんじゃないかなと思うんですね。今はいろんな情報が入るだけに、なんかこう都合のいい部分だけを取ってしまって、どうしてもなんかこう海外かぶれみたいな感じになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですね。私はやはり信念を持って、日本人には日本人に合ったテニスの練習の仕方あると思いますので、それをですね、どんどん追求していかないといけない。そうすることで、より多くのですね、選手が世界に飛び立っていける。で、そうすることをよく考えてみても、やはりですね、意図的な練習をですね、1万時間やろうと思えば、前回強気合いエピソードでも言いました、25歳から30歳にどれだけどこまでいけるか、そこを見ていかないといけない思うんですね。ですから朝9時集合、そして12時まできっちり、トレーニング、ヒッティングやります。そしてまあちょっとお昼ですね、お昼寝をちょっと入れたとしても、2時から6時まで、なんとも1日6時間から8時間みっちり360何日練習して世界を目指す、まあ、そんな環境ですね、やりたい。まあ、ワールドアスリートクリエーションセンターではそれが実現可能な場所でもあります。ですからですね、どんどん練習して、どんどん試合出て、またどんどん練習して、もうとにかくですね、タフな、選手になる。そうすることで、世界のタフな選手に勝てるんじゃないかなと思うので、もし皆さんこういったお話に興味があるようでしたら、ぜひワールドアスリートクリエーションセンターに来てですね、みっちり練習やってみたらいいんじゃないかなと。必ずですね、やればやるほど成果は出ると思います。やはりですね、質というのは量をこなさないといけない。量こそが質に変わる、まあ、こういったジャパニーズウェイ、日本人ならではの資質を使った育成方法があると思いますので、ぜひ一日何時間もやって世界を目指してみたらどうかなと思います。今日はですね、プロテニスフォーラム、世界に行くための一番の近道は1日8時間の練習、これこそがジャパニーズウェイ、日本人に合った育成なんだということをお伝えして終わりたいと思います。それでは私もですね、実際携わる選手をですね、必ず1人2人世界に持っていきたいと思いますので、ちょっと強気合でやっていきたいなと思います。それでは練習行ってきます。